はい、皆さんこんにちは。佐賀健でございます。2時ですね。4月は28日の日曜でございまして、まったりとしています。はい、日が照ってまして、この日はなんと26度でございますね。今年になってから最高ぐらいちゃいますかね。日が照ってますよ。今ガンガン日が照ってます。もうちょっとね、行くと暑くなるんでね、これくらいでやめてほしいんですけどね。なかなかですね。はい、行きましょうか。これはですね、フラッシュ、スマートフラッシュでございまして、ですね、今日出た記事ですね。お金がない私の救世主、中国のマクドナルドとバーガーキングで貧乏セット大流行、国は豊かでも若者はコスパ優先ということでですね。なんかもうさ、なんかこの広告がこう、めんどくさいですね、最近ほんまに。読みにくくてしゃあないんですよ、このニュース記事が。GDP 世界第2位の中国で、飲食店がこぞって提供する貧乏セットが人気を集めている。例えばマクドナルドはハンバーガーとドリンクなどの組み合わせで 13.9 元、約300円。ハンバーガーとドリンクで300円安いやん。バーガーキングも同様の西野で 9.9 元。こっちもっと安いやん。10円でしょ ?200 円、うん。人々はこれらを自重気味に貧乏セットと呼び、盛んに SNS で発信している。4月22日配信の西日本新聞がこの現象を報じると、貧乏セットが日本の X でトレンド入りした。日本でも作ってえな。ハンバーガーとビールで300円とかね。行くで、行く。ほんまに。お昼ご飯の代わりに行くやん、ほんまに。ハンバーガーとポテトのショーと缶ビール1本で300円ね。ビール券料でいいですよ、僕は。300円と行くけどね。格安セットメニューが流行する背景について、北京在住の中国人記者が話すと。かつて中国は消費市場主義で、とにかく物を買うことに価値が置かれ、ローンを組んででもハイブランドを身につけるような若者も多かった。見えっぱりの国なんですよ、中国も韓国も。よく似てるんですよね、2国の、なんていうか、こう、メンタリティというか、ほぼ一緒なんですよね。状況もほぼ一緒ですしね。ところがコロナ禍や不動産不況により節約志向が強まり、今では自分にとって本当に必要なものを見極めてお金を使う傾向が強まりました。そうした中、2019年マクドナルドが12元、現在は 13.9 元まで値上がりの激安セットを発売したのを皮切りに、バーガーキングやケンタッキーなど多くのファーストフード店を中心に次々と同様のメニューが打ち出されるようになりました。あまりお金を持たない若年層はそれらを好んで食べ、次々に SNS に投稿しているのです。実際 SNS を見てみると以下のような投稿が見られた。かっこ翻訳は編集。貧乏セットを買うために私は1時間運転していく。私は本当にお金がない。1時間も運転したら相当遠いやん。ガソリン代の方が高いじゃん、それ。仕事の後、毎日マクドナルドの貧乏セットを食べているよ。マクドナルドの貧乏セットはお金がない私の救世主。バーガーキングは私の家の前に来てほしい。10元の貧乏セットを頼みたい。バーガーキングの 9.9 元セットはコスパがいい。この他、飲食店のセットを食べた客も貧乏という言葉とともに感想を発信している。経済大国となった中国の人々も懐事情はカツカツのようだと。この、これで全部でございます。一応貼っときますね、フラッシュ。そういや、フラッシュって昔よくコメントを出していたんですけど、最近お見かけでございますね。馴染みの編集者さんがいたんですけどね、もうでもやっぱりね、もう10年ぐらい前によく出していたようなイメージがあります。どうなさってるんでしょうか。確か公文社。公文社って、どこやったかな。講談社系でしたっけ。はい、なんか覚えがありますけど、はい、貧乏セットね、これ今の中国の一位断面ではないですかね。寝そべり族というようなことが言われました。つまり寝そべっていてですね、
もう、自分に必要なだけしか働かないみたいなですね。でやる気をなくしていると、全てを諦めると、結婚も出産も諦めると、いうような中国の若者がですね目立っているとらしいですけども、なぜこう15歳からですね29歳までですか、若年層のですね失業率が公式でも10何パーって、実際はですね半分近い、あるいは半分超えというような意見もありますね。今中国を覆っているのはそういう閉塞感なんですよ。で未来に希望が持てないということですね。そういう人たちはですねこうわずかなお金しか使えないんでですねこういう貧乏セットに走っているんでしょうね。で冒頭申し上げました通りですね、中国人って基本的に日本人より見えっ張りな人が多いんですね。まあ韓国人もそうですけど、そういう人々が本当に貧乏セットに行っているという現実はね、これはかなりこう現実の厳しさを表しているのではないかなと思います。日本でもね一時こうデフレになってマックのハンバーガー100円っていう時代がありましたよね。今でもそれに近いですかね、よう知りませんけども、同時にデフレが来ているというのも現実だと思います。人々はお金を使わなくなったらですね、売る側は何とかして使わせよう使わせようとするわけでしょ。で一番分かりやすいのは値段を下げるということですね。なんで今そのですね、いわゆる消費が減退して、値段が下がるというですねデフレ状態に入ってきてるんちゃうんかなという感じですね。これは私が考えるんではなくて、他のですね記事でもですね中国はデフレに入ったというふうに来ています。しかしね、中国の人民元はじわじわじわと下がってるんですね。だから本来インフレにならなきゃいけないんですけどね、でも売れないもんはしゃあないということでしょうね。なんで今中国のね、その安いものをですねダンピングで海外に売ってるからって、それをこうアメリカに持ってくんなみたいなですね、そういうことも問題になってましてですね、これからこの中国がですね世界の経済の台風の目になりそうな気がしますね。彼らがデフレを輸出したりとかですね、それがですね世界経済にどんな影響を与えるのかという感じですけどね。まあどっちにしろですね人騒がせな国ですねほんまにね。まあ彼らが勝手にね貧乏セットを食うてるのは別に何の我々には関係ないことですけども、デフレを輸出してもらうのは多少やっぱし影響が出てきますね。現に今日本でですねPC が安いでしょう。これ一種のデフレ輸出ですね中国の。だって日本で僕らが使ってる PC ってほとんど中国で作られたもんでしょ。日本製であっても日本メーカー製であってもですね作ったのは向こうですよね。こういうのがどん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 安くなってるという、ましては中国メーカー製なんてすごい今安いですね。もうすぐ来ますよ中国のデフレ輸出が本格化。はい、この貧乏セットはね歓迎しますけどね、私基本的に僕も貧乏やし、こんなん来たら嬉しいわ。でもね飲み物がビールでないと嫌やね私は。ほんまに作ってくれへんかなそういうの。マックビールないですからね。ケンタは昔あったんですけどね。はい、ということで今読みましたスマートフラッシュのですねアドレスを一応貼っておきます。皆さんどうもありがとうございました。